こんにちは、TC楽器の上です。今回はステイホームのまま楽器の買い取りができる宅配買い取りについてご紹介していこうと思います。それでは早速、TC楽器のホームページから宅配買い取りの申し込みをしていきます。それでは私のスマートフォンを用いて実際にお申し込みをしていきましょう。まずトップ画面に行っていただいて、トップページの右端の楽器を売るを選択してください。次の画面に行ったらスクロールをしてもらって、簡単無料査定、こちらですね、をタップしてください。で、次の画面で、楽器の詳細等の必要事項を入力していきます。で、ここでおすすめなのが無料梱包セットです。宅配買取なので、自宅から楽器を発送しないといけないんですよね。だけど楽器が入る段ボールなんてない、そんな方には無料で梱包セットをお送りしております。ぜひご利用いただければと思います。で、実際に入力していきましょう。今回は、私が実際に所有しているギターを入力していこうと思います。ギブソン ES335、あれは確か2000年製でしたね。そして、梱包セットを希望したいので、梱包セット希望と入力します。ご希望の買取方法は宅配買取を選択、そしてお名前、電話番号、 E メールアドレス、お住まいの都道府県を入力して確認画面へと進みます。もう一つの重要なポイントとして、買取のお申し込みを確認後、店舗からお返事のメールを差し上げます。ここでドメイン @tclakki.com を受信できるように設定しておいてください。あとはメールの案内に従って楽器をお送りいただければ査定の連絡を待つだけです。さて、これが先ほど紹介した梱包セットです。こんな状態で届きます。この中にはですね、段ボール、プチプチ、あと着払いの伝票、買取申し込み書が入っております。こちらを使っていただいて梱包して、着払いで送れば大丈夫です。そしてこちらが買取申し込み書です。こちらも忘れずに記入して楽器と一緒に送ってください。お名前、お電話番号、買取代金の振込先、これが大事です。こちらを記入して送ってください。最後に本人確認書類を必ず入れてください。免許証、パスポート、保険証のコピーで構いません。これらすべてを同梱し、着払いで TC 楽器宛に送ってください。到着後、創業30年中古専門の TC 楽器の買取担当から査定結果、査定額をご連絡差し上げます。はい、いかがだったでしょうか。ステイホームで買取ができる宅配買取のご紹介をさせていただきました。お家にいながら楽器を送るだけで査定買取ができるので、この時期の断捨離にぴったりではないでしょうか。ぜひこの機会に宅配買取をやってみてはいかがでしょうか。ご依頼お待ちしております。はい、というわけで今日はここまでにしたいと思います。次回は宅配買取で安全に送るための梱包の仕方の動画をお届けしたいと思っております。こちらもぜひお楽しみにお待ちください。それではさようなら。